SARB シリーズのクラシックモデル SARB043 成功メカニカルは日本の腕時計メーカーである成功が製造・販売している腕時計のブランドの一つ。ブランドとしてのメカニカルと自動巻きを意味するメカニカルとの混同を避けるためメカニカルシリーズとも呼ばれる。 メカニカルは機械式時計が全盛を誇った1950年代から1970年代にかけ、成功が培った技術を最先端の技法で蘇らせるべく2006年に誕生したブランドで、すべてモデルに自社開発の機械式ムーブメントを搭載する。メカニカルの特徴として、成功の高級、ブランドグランド成功が製造される、雫石高級時計工房で組み立てられた。 キャリバー 4S36 搭載の複雑機構モデルからスタンダードなハ針カレンダー付きのキャリバー 6R15 搭載モデルまでカバーしており製品のバリエーションは非常に多彩である。また、ほとんどのモデルの裏蓋にはガラスが採用されており、ムーブメント内部のローターやテンプの動きを見ることのできるシースルーバック仕様となっている。キャリバー4リットル25搭載する3針、 カレンダーモデル。ローダイヤル、または、無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラスに裏蓋は、サファイアガラスによるシースルーバック仕様。キャリバー 6R15 を搭載するサンハ針カレンダーモデル。成功伝統のケース形状である成功スタイルを継承するスタンダード、丸みを帯びたクラシック、世界的に著名なバーテンダー石垣忍との コラボレーションモデルで放射状に業者加工された文字盤が特徴のエレガント1960年代に流行したご面、カットガラスまたはカラーグラデーションダイヤルを採用したレトロモダン登山で求められるナイテンリング式簡易方位系や衝撃に強いロック式ルーズを装備したアルピニストなどバリエーションが非常に豊富であるキャリバー 6R20 を搭載するロックハリモデルで パワーリザーブ表示機能、ポインターデート表示機構、レトログラード式曜日機構を持つ。丸型のクラシックタイプのケースには電位ダイヤル、または放浪ーーダイヤルが搭載され、裏蓋はサファイアガラスによるシースルーバック仕様。スタンダードタイプはザラツ研磨を施したケースに裏蓋はハードレックスガラスによるシースルーバック仕様。キャリバー 6R24 を搭載する6針モデルで、 パワーリザーブ表示機能、ポインターデート表示機構、レトログラード式曜日機構を持つ。裏蓋はハードレックスガラスによるシースルーバック仕様。このサードシナバンは後に成功プレザージュのラインアップに加わる。キャリバー 6R15 およびキャリバー 4R36 を搭載する3針、カレンダーモデル。日本国内での販売を行っていない成功5のなお監視しているものの、 成功5の特徴である5マークはない。一部に内天リング式簡易方位系を搭載したモデルが存在する。裏蓋はシースルーバック仕様。キャリバー8リットル38を搭載する雫石高級時計工房で製造されたサンハリモデル。ザラツ研磨された高級ケースに無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラスを搭載。 十字位置からムーブメントが見えるセミスケルトン文字盤で、裏蓋はサファイアガラスによるシースルーバック仕様。キャリバー 4S36 を搭載する雫石高級時計工房で製造されたメカニカルシリーズの最高級7針モデル。パワーリザーブ表示機能、ポインターデート表示機構、レトログラード式、曜日機構24時針によるデュアルタイム表示機能を持つ。 ザラツ研磨された高級ケースに、無反射コーティングのデュアルカーブサファイアガラスを搭載。裏蓋は、サファイアガラスによる、シースルーバック仕様。h t t p o p e n e r s j p w a t c h s e i k o m e c h a n i c a l シリーズ HTML。ありがとうございます。